小羽サ,サキりは、バッタ、目切りギリス科の昆虫。羽の短いサ,サキり属の一種。体長15ミリメートル前後。体色は緑または飴色がかった、高褐色。羽は褐色。腹端に、かろうじて届く程度で、希少能力を持たない。稀に、長羽型を生じ、よく飛び明かりにも来る。産卵管は長めで、腹部と胸部を足したぐらいの長さ。 一見お長さ先りの産卵管に似ているがわずかに反っている。触角は体長のおよそ3から4倍の長さがある。腹眼の後ろから濃い褐色の線が伸びて前胸まで続いている。腹部は赤褐色と黄色に彩られ目立つ。主に日当たりが良く、湿った草原に生息し、特に足腹に多い。 しかしやや乾燥した草原であっても生息可能で意外に適応力がある。そのためしばしばササキリ族の他種族との混成が見られる。個体数は割合多く普通種の部類に入る。鳴き声はオナガササキリやホシササキリに似ていて、ジージージーと数回繰り返し、数秒を終えてまた同じように繰り返す。分布は北海道南部以南。 6月頃ろ深し8月頃か成虫になる。キリギリス科のバンカ発生型の多種同様飼育科では、年を越すこともある。交尾の際、オスはメスに製法を渡す。メスは微単に、しばらく製法をつけたままだが、間もなく、それを食べて、自らの栄養にする。コンビニなどの明かりにしばしば長羽根型が来るのを見かける。主に稲荷植物を食草としているが飼育科では、 野菜や果物などもよく食べる。また動物質もよく食べる。ありがとうございます。